はようございます。ただいま夜中の3時でございます。はい、急遽夜中に始まる行き足張り模様替え大会、大会じゃないけどということで、ご覧ください。ここにあったソファーを、ソファじゃないよ、あ、ベッドを、まなちゃんの今ね、ちょっと模様替えしてて半端ないことになってるんだけど、あのベッドはまなのお母さんにあげて、明日ぐらいにね来るらしいので、ここに新しいベッドが来て、ご覧ください。こちら IKEA のめちゃくちゃ可愛いソファーがあるんだけど、これをね、あの L 字にするやつを買って今から開封していきたいと思います。で、あと何ソファー買えるのかよって思うよね、みんな絶対。そう、まあ、で このソファーは実は俺たちまだ動画には上げてないんですけど、別荘リフォーム大作戦を今しておりまして、これを別荘に持っていきます。あのね、ちょっとね、みんなにマジ別荘のビフォーアフター、まあ、まだ完成してないんだけど、あのね、まあちょっといろいろコロナの自粛期間とかぶってアップができなくてめっちゃ先延ばしになって、だからさ、自粛よりももっと前にやってたから、そうそうそう、めっちゃ前なんだよね。めっちゃ前からリフォームをやってて、しかもちゃんと動画も撮ってて、よしアップしようってなったら県をまたいじゃいけない自粛が発動されて、うわアップできねえじゃんってなって、結局まだアップしておりません。まあでもちょっと最近向こう行けてないから、向こうにねエアコンがなくて、そうそうエアコンがないんだよ。でもめっちゃ自然でいいんだよね。めっちゃね、ルイとルネもジョナも大自然でめっちゃ遊べんの。でね、そこのビログもねめっちゃのびのびしてて楽しいから、今度もうちょっとね落ち着いたら、はい、撮りたいと思います。ってことで、これは別荘行きで、 あそこの新しいソファーが今から開封して組み立てて、でここにソファーのカバーと電気、これもねまだ実は言ってないんですけどあの実はね、あのジョンマナスタジオっていう場所がありまして、そこ用の電気です。そう、スタジオもねまた次はねやっていかないといけないんだよ。なので今回の動画は行き足張りの動画になります。ついに全部 IKEA のもので作るお部屋の空間を紹介していきたいと思います。そしてここのねテレビ台、あの昔から見てくれてる人は分かると思うけど、ここねコードが出てるので、あのまあ後々買えますって、引っ越しと引っ越しした時に言って、結局そのままであれなんですけど、明日なんとここ変わります。テレビが今ね、夏休み期間中ずっと歩いてるね、私の実家にいるから、今しかできないんですよ、この大きなコート。でもね、このテレビ台もねめっちゃ人気だったんだよ。どうやってやってるんですかとか、これどこで買ったんですかって聞かれてたんだけど、はい、ちょっと聞かれてたから一応今のうち言うけど、これはね 2x4 の木材を白く塗ったやつで、なんていうの、あの床と天井を支えるやつがあるのよ、ホームセンターとかに。ここにね横の板をやって、このね木が見えないようにしたかったんだけど、まあ俺たちの性格を分かってる登山視聴者さんなら多分分かると思うけど、めんどくさくて結局やんなかった。で明日ね、もう神アイテムのテレビ台が来るので、ちょっとそれもね、そう紹介したいです。そうだね、とりあえずもう早く作ろう。見て、これはソファーの土台だけなので、こっちは次ソファーのカバーだけなの。だからもうこれ丸々ポンと洗っちゃえばもう、さあじゃあ一周回ってどんな感じか。というわけで、とりあえず一旦このソファーをね邪魔なので、別荘に持っていくまではこっちの部屋に移動させます。でね、よくね引っ越し屋さんってなんか IKEA の家具をめっちゃ嫌うらしいんだけど、俺たちね今まで引っ越し業者に頼んだことないから、ジョンが引っ越しで経験あるっていうのは、それもともと引っ越し屋でやってたから、全然冷蔵庫も全部一人で運べるんだよ。だから自分で引っ越しやってるって人は、まあ IKEA の家具でも全然いいよ。よし、じゃあとりあえず開封します。よし、中はこんな感じです。でかー、でかいね。あ、見て、いい感じじゃないこのソファー。よし、じゃあちょっと組み立てます。いきます、この圧縮、
圧縮袋。それ全然なんだけど。全然やん。期待してたなんかボフッとかなんなかった。マットレス買うとめっちゃなるよね。ね。でこれがなんとあともう一個あります。でこれを端っこに横につけて、L 字にします。ちなみにまだ頭の中でね若干分かってないんだよ俺のやりたいインテリアが。図形も一回こっちの辺に移動しないといけないですよね。あとテレビも移動しないといけないですよね。何なの喋り方めちゃめちゃ手が良くないこれ。しかも楽、組み立て、ね、超楽。え、マジで、あのマッチョな女性だったら一人でできる。重さだよね、あとだから郵送、IKEA に郵送してもらったらまあ女子でもいける。持ち帰りは彼氏がいないと無理かも。彼氏でも無理か。やべえ、見てこっちにもう一個あるんだけどやる気が起きねえ。これですよ、お前たちの悪いとこ。なんかもう満足しちゃう。ただ置く場所がないから一旦机を移動しましょう。ということでこっから一気に完成までいきます。せーのっていう感じで完成を見せたかったんですが、なぜか続きの動画がどこ探してもなくて、はい、写真になってしまいます。ということで IKEA だけで模様替えしたリビングがこちら。たらーん、やばくね、めちゃくちゃおしゃれじゃね。はい、ということでソファーもガラスのテーブルも絨毯も全て IKEA で揃えてみました。いかがでしょうか。とにかくあのソファーがめちゃくちゃおすすめですね。低いし、日本の家ってやっぱ天井が低いから、ああいう何低いソファーがねめちゃくちゃ部屋をね広く見せるんだよね。で、あれは1個4万5000とか5万円ぐらいかな。だからあれを2つ買って10万円ぐらいです。はい、まあまあまあ、あのサイズのソファーにしては安いよね、10万円って。で、あれをね妥協して1個にしちゃうと普通のソファーなんだよね。で、あれって普通にソファー自体でっかいから、ああいう普通のリビングに置いたら部屋が狭くなりそうってマナも思ってて、それをずっと怖がってたんだけど、そこをね思い切って角に全部寄せて L 字にパンパンってやれば意外とね狭く見えないんだよね。結局リビングでさいる場所ってさソファーなわけじゃん。だソファーが座れる場所が多ければ多いほどやっぱなんだろうね、狭く感じないんだよね。いや人が来ても座れるし、だから本当におすすめですあれは。あ、でもともとねその4人掛けをその L 字用のソファーとか IKEA で売ってるんだけど売り切れってなってて、もう最初からその4人掛け5人掛けのやつは買えないので、その何3人掛け用のを2つ買ってやってください。ソファーの角のその L 字のところ、まあ壁ないんだけど、まあ壁にくっつけちゃえば別に変じゃないし、まあ壁つけたいって人も多分後付けでつけれると思うので、ちょっとみんなやってみてください。ってことで以上、ジョンマナの IKEA 縛り模様替え動画でした。ってことでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。